はい、皆さんこんばんは。デッドバイデイライトをやっていきたいと思います。今回はね、メグですね。メグの一発発電、これを使ってやっていこうかなと思います。ただメグはね、前も言った通りですね、自己治療パーク持っておりませんので、短期決戦で、今回は型をつけたいなと思っております。一発発電で、この人ジェイクも一発発電、一発発電、一発発電で、もう4個持ってないな、ツールボックスな。うーん、俺以外ツールボックス持ってないな。全員がもう一発発電すればね、4個一気に起動みたいなことも可能なんですよね、このゲーム。お、これは、あ、宝箱を1個減らすっていうパークか。まあキラーとかでね、裏返ってるとメメントモリを警戒するんですけども、今回はメメントモリではないということで一安心ですね。まあ頑張ってやっていきましょう。とりあえず一発発電、難しいところで一発発電決めたいなと思います。はい、おお、ハドンフィールド、ハドンフィールドで難しいところといえば中央ですね。中央にじゃあ速攻で発電しに行こうかなと思うんですけれども、中央はね、非常にキラーが一番最初に通りやすい場所ですので危ないが、俺は行く、俺は起動させる。 OK です。どうですか、一番難しいところ、一発で起動させてみせましたよ。で、まあ家の中に入っていこう。まずい、まずい気がする。ちょっと無茶したな。で、宝箱を漁っていこう。いきなり失ってしまったので宝箱を漁っていこうと思います。あの中央をいきなりつけれたのは結構大きいと思いますよ。さあ、2つ目のツールボックス、エースのね、パークとかだといきなりいい、あー、これか、意味ないやつですね。僕自己治療パーク持ってないんで、この救急キットは意味ないですね。完全に無意味な救急キットとなります。これはほぼほぼ無意味な救急キットとなります。自己治療パークがついている人だとね、使い切れるんですけど、これは、あ、ここむずいな。ここつけてもよかったかもしれないですね。ここも難しいんで。お、2つ目つけた、ナイス。自己治療パークないんで、もう短期決戦ですよ。短期で勝負をつける。てかここ1人専用なんですよ、この発電機。まずい、隠れるぞ。いるいる、トラッパーか。はい、家の中入ってきたね。見えた、見られたかな。さあどうだ。こっちにいる。離れて。若干いじって戻る。来てるか。チェイスしてる、これもしかして近くで。問題ないですね。じゃあ直していこう。さあ、ハラハラドキドキだった。罠とか仕掛ける音してなかったんで大丈夫なんですけども、仕掛けられたらもう戻れなかったですね。てか、あっこに罠仕掛ける人はあんまいないんですけどね。この窓の窓口に。このハドンフィールドってすごくね、ホラーゲーム感がある場所ですよね。ホラー映画で、まあ、出た場所なんでね、そうなるんですよ。この絵とかね、この壁の絵柄とかね、で、このやたら飾ってあるこの絵ね、何の意味があるんだと、怖がらせる以外に一体何の意味があるんだと僕は思う次第なんですけれども。あ、メグね、これ紙、新しいやつです。で、ジーパンも新しいやつです。で、ジーパンにこのユニフォームというね、今回来ております。ジーパンにユニフォーム、ジーパンに基本的にあれなんですよ、ユニフォームじゃなくて
あれだ、赤い服、おどこだ、向こうか、赤い服がまあ基本なんですけども、僕あまりチェイスが得意ではないということで、今回あの派手な服というよりも、分かりにくい黒っぽい服で着ております。すでにいじっている、家の中か、トラッパーなんでね、助けに行きにくいんですけども、助けに行きましょうか、助けに行きましょう。どこがついた、お、標識入れ違いで助けに行けるか。キャンプをしているなんてことはないと思いたい。キャンプしてる、もしくは近くでチェイスをしている。あ、罠取って戻ってきたのか、なるほど、離れていった。オッケー、ジェイク待ってろ、助けだ、必ず助ける。オッケー、ジェイク逃げるぞ。オッケー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 、ジェイクうまくやれよ、グッドラック、グッドラックジェイク。さあ、発電機残り一つですね、いじっていきましょう。アドレナリンが僕はついていますので、ある程度ならチェイスも可能だが、あれはトラッパーか、あれそれともジェイクか。お、回復しきった、ナイス。トラッパー、ここ危ない気がするが、おー危ない、トラップがあった、俺かかってたな完全に。残り1個の発電機どこでしょうかね、どこついたか確認できてなかったんで、どこが残ってるのかが、あれは誰だ、お、逃げ切った、ナイス、やられたか。あれはちょっと厳しいですよね、罠にかかっちゃうとね、あのタイミングで。発電機上あるかな、ないないないな、発電機がないな。この辺にもないですもんね。あの人はジェイクじゃないので、助けに行きましょうか、助けに行きます、吊るされたら。地下か、地下、地下はきついな。まあいい、助けに行こう、トラッパー相手に地下はなかなか苦しいですけども、助けに行こう、助け出す、先にゲートを開けるか、ゴート向こうか、先にここのゲートを開けた後に2人で駆け込みたいと思います。とりあえず開けます、ここで。その後に速攻救出に行って助け出すと。でノーワンエスケープをつけているかどうかっていうのはもう運です、運ですね、もうノーワンエスケープをつけてないことを願うしかないですね。罠あるね、これ罠まである。1人切られて脱出ってことは反対側のゲートか。助けに行く、助けに戻ります。間に合い、うわ引けるな、オッケー、ナイス、壁になるぞ、オッケーオッケーオッケー、あーやられたか、やっぱ狙われるか、あの人。壁にはできたんですけど厳しかったですね、壁には慣れたんですけど。お、いや、あの人ちょっと釣られるな、もうラストですよね、あの人助からない、これは。いや、もういい、助からないですね。じゃあ脱出します。
すまない、Sorry, my friend。 一人ね、助けられなかったですね。壁になったんですけど、俺が一回切られた時にうまい具合に出てくれれば、でもう一人の人もね、うまい具合に壁になってくれれば救出もできなくはなかったと思うんですけど、まあ一発発電がね今回できましたので、インシディアスとか、まあでもインシディアスはあんま使わなかったですよねこの人。今回ランク10のこの人がね犠牲になってしまいましたけれども、まあ全員、あーでも3000ポイントなのかこの人、あまり、うん、ランクが下がる感じになってしまうんですけれども、まあなんとか生存することができました。メグのね一発発電がなければもう少し苦しい戦いになったかなと思うので、ツールボックスはまあ生きたかなと、言い聞かせましょう、もうこうなったら。うん、でアイテムね、メグなんで自己治療パーク持ってないのに使うんだって話なんですけども、アイテムが有り余ってるんですよ。でこれ一発回復の回復キットとかね、アイテムが有り余ってますので、プレステージするにはもったいないんですね、まだ。なのでメグのアイテムをねふんだんに、こういうのとかレアアイテムをどん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 使って今後もやっていくことになるかなと思うんですけれども、まあビュージーちゃんとかも育ってますしね、まあいろいろアイテムと組み合わせてやっていこうかなと思います。ということでここまでのご視聴ありがとうございました。